はい、えーと、ポケモン GO でですね、ハロウィン,ハロウィンの、えー、2日目ということで,、えーとですね、2日目もまだ午前中なんですけどもねまあ大体1日、えー、終わった感じですね。で今日はですねあの、私、カラカラをですね、進化させたいと思います。あのハロウィンの,、ね、あのキャンペーンというかね、イベントが始まる前まではね この CP714 のカラカラとあと1匹かなぐらいしかいなかったんですがえこのまずわずか1日でですねまあこの今表示されている以外にもねもう博士に送ってあに変えたのもありますしね結構捕まえることができましたでカラカラのあがが93。 まあ全部アメリに変えたら100ぐらいになると思うんですけどもね、えー、こちら CP714 のカラカラをですね、えー、カラカラっと進化させたいと思います、えー、いわくだ15骨コンボ25ということで早速進化の方を行いますいきますでっでっでっ さあ新しい図鑑に登録されます初めてですキャンペーンありがとうございますはい新しい図鑑に登録されますこの影は見たんですけどもね捕まえることあガラガラですね点々が2つ増えただけです CP が1200いわくく15骨コンボ25あ変わらないですね あとは強化していくえっ、ー、とこんな感じでね CP700 ぐらいのカラカラを進化させると、まあ、1200、まあ、個体値とかいろいろあると思うんですけどもねだいたい目安1200ぐらいになりましたよということではい、えー、これもね、えー、このねハロウィンのキャンペーンのおかげだと思っておりますありがとうございます。 この辺で失礼いたします